サイコトチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。監督の石黒恭平でございます。同日配信のですね、0話に引き続きでございますが、サイコトチャンネル第1話、早速いきたいと思います。よろしくお願いします。サイコトチャンネル第1回はですね、作画の紹介、原画の紹介ですね。こちらをしていきたいと思います。で今回、紹介させていただくのは森川さと子さん。今回ですね、サイコトでメインアニメーターとしてこう携わっていただきまして、いろんなパートで、重要なシーンの原画を担当してもらったんですけれども、今回紹介していくのは、その中の1シーン、全部で4パートサイコトあるんですけど、A、B、C、D と。その中の A パート。A パートの後半の方にある、キャラクターがいっぱい出てくるシーンっていうのをこう担当していただいたんですね。その中からカット243から48っていうところを紹介したいと思います。では早速映像の方ご覧ください。スマホなくしたのもやばいね。死ぬね。死ぬ。死なないって。スマホないんだよ。死ぬでしょ普通。死ぬ。今日中に取り返さないと死んじゃう。あった。本当？ここってモール？モール。あったの？モールだって。行ってくる。行ってる。とりあえず電話してみたら？だからモールにあるんだって。かけてみたら出てくれるかもよ。取り違えた？このシーンはですね、主人公のチェリーと、スマイルが、ショッピングモールで出会うんですけども、そこでこう互いのスマホを取り違えてしまったと。でその取り違いにこう気づいて、スマイルの方が慌てふためいてるというシーンになります。スマイルのこのお姉ちゃんのジュリー、妹のマリが出てくる3姉妹なんですけど、仲の良さだったりとか、こうわちゃわちゃしたこうかしましい感じっていうのをですね、表現したいなと思って、絵コンテをこう描いていたんですけども、森川さんが見事に答えてくれましたね。本当本当に可愛らしい姉妹の、シーンが描くことができました。今見ていただいたですね、シーンの中からカット244というカットを紹介していきたいと思います。まずは絵コンテですね。僕が描いた絵コンテの映像、その後、森川さんが描いた原画の映像、そして最後に完成映像という形で、また流れをですね、見ていただきたいと思います。まずは絵コンテ撮からいきたいと思います。スマホなくしたのもやばいね。死ぬね。死ぬ。死なないって。スマホないんだよ。死ぬでしょ普通。死ぬ。今日中に取り返さないと死んじゃう。あった。本当？続いて森川さんの原画ですね。原画撮影の映像です。スマホなくしたのもやばいね。死ぬね。死ぬ。死なないって。スマホないんだよ。死ぬでしょ普通。死ぬ。今日中に取り返さないと死んじゃう。最後に完成像もう一回見てみましょう。スマホなくしたのもやばいね。死ぬね。死ぬ。死なないって。スマホないんだよ。死ぬでしょ普通。死ぬ。今日中に取り返さないと死んじゃう。あった。本当？はい、こんな感じです。いや、改めてこう久しぶりにこう森川さんの作画を見てみますと、本当まずレイアウトが本当びっくりするぐらい前ですよね。自分の絵コンテからこうやって達者なレイアウトを上げていただくと、本当毎回毎回嬉しいんですけど、森川さん本当びっくりするぐらい上手かったです。僕は絵描きではないので、頑張って絵は描いてはいるんですけど、でもその絵の精度っていうのはやっぱ高くはないんですよ。ただその意図っていうのがですね、ちゃんとあって、こういう風に3人を収めたいっていう意図のもとに描いた絵コンテから、こうやってバッチリとはめるレイアウトを描いてくれるっていうのはなかなかね、アニメーターの方の中でもおりませんので、本当に助かりましたね。皆さん見ていただくと本当わかると思うんですけど、作画の芝居の素晴らしさですよね。3人の性格っていうのを芝居の中で分けたいなって思っていたんですよ。表現したいと思ってたんですね。スマイルっていうのは今回は慌ててるシーンではあるんですけども、テンションもバンと高くってこう明るくこう、元気なキャラクターっていうのをこう表現したい。だからこう慌てる時もこうすごく体がこうわちゃわちゃと動いてしまう。でお姉ちゃんのジュリっていうのは、クール、ちょっと三姉妹の中では一番冷静なキャラクターに見立てたんですけども、そのベッドにこう腰掛けつつ、その座り姿っていうんですかね、これがこのお姉ちゃんっぽいなっていうふうに思います。セリフでスマホをなくしたって死ぬわけはないと言いつつね、ジュリーもスマホいじってるっていうのはちょっとその辺はギャグ、笑う場所ですね。で最後のその三姉妹の、一番下の末っ子のマリっていうのは、見た目にこう反して
ガジェットオタクっていうのがちょっと肝でして、これまあ脚本の第3もこうこだわってた部分なんですけども、この見た目でガジェオタっていうところをこう表現したかったんですよ。まあですので、そのタイピングのスピードっていうのは手慣れているのでめちゃくちゃ速いと、このカチャカチャしてる感じっていうのもめちゃくちゃうまいですね。そしてこう前のめりになってこうモニターを見つめる、まあ、スマホが見つかったらそのこう集中してるのか気持ちが入っちゃってるんで、バーンと立ち上がって椅子がボーンと後ろに下がるだったりとか、まあ、この辺の作画の表現もお芝居もですね、もう完全に糸をこう飛び越えた素晴らしいものっていうのをいただけたので、もう本当に、感謝しております。ではですね、せっかくで、まあ、あの映像ですので、森川さんのそのタイムシートっていうのも見ていただこうかなと。まあ、タイムシートわからない人っていうのは多いと思うんですけども、順番に書いたその絵っていうのはどのタイミングで表示していくかっていうのを指示を書いているその指示書みたいなものだと思ってください。まあ、注目したいのはスマイルですね。スマイルは B セルです。まあ、数字がバーッとこう書かれていますね。いわゆるこれ2コマ打ちってやつです。例えばここでしたら31番をこう2コマ間表示するだったりとかなんですけども、こうバーッとバーッとこう最後の方まで書かれている、これがどの動きかと言いますと、まあ後半の方のここですね、バチャバチャバチャと、この動きっていうのはこう動いてる部分ではリピートに見えるようでいても、こう全て書き分けていって、そのわちゃわちゃ感だったりとか慌てふためいてる感じっていうのを今日表現されておりますが、まあ本当に可愛らしいし、そのキャラクターの芝居というか感情っていうのも、まあ見てるお客さんに伝わる動きなんですよ。これね、なかなか描けないですよね。こんなにうまいですねとか言っちゃって本当にジュリとかマリとかもね、表情がいいですよね。なんか僕はこのジュリのこの気だるい感じっていうのがすごくツボなんですけども、これもなんか下ぶくれでこう口がとんがってる感じとかっていうのも、まあそのいわゆるキャラ表っていうやつなんですが、表情集だったりとかに別に書いてある表情ではない、ただそれは各アニメーターっていうのがアレンジしてこういう風にキャラクターの芝居をつけていくんですけども、まあすごいですよね。本当にこういう風に線一本一本書いていって表現できるっていうのはなかなかないですし、あとはもう映画のその原画っていう部分っていうのも、まああまりこう世に出るものでもなかったりするし、こうやって映像として見るっていうのもなかなかないんでね、いい機会だなと思って紹介させていただきました。いや、こういうね、作画のカットがあるだけでもその映画の品質ですかね、それが保証されますよね。本当に何度でも見れるようなカットっていうのも大切ですから、まあそういう意味でも本当に森川さんがこの作品を映画にしてくれたっていうのは本当に思ってます。まあ今の話は実は森川さんには直接伝えたんですけども、まあこの A パート以外でも実はいろいろ担当してくれていて、なんだったら一番最後のカットも森川さんにやってもらったりしたんですけども、本当に森川さんのおかげでこのサイコと、まあ、サイダーのように言葉が湧き上がるというこの作品が映画になりました。森川さん本当にありがとうございました。次回はですね、今回と同じくまた作画の紹介をしていきたいと思います。今日の見ていただいたシーンの次のところですね、次のシーン、スマイル3姉妹とあとチェリー、ビーバー、そしてジャパン、計6人ですね。この6人が、まあ、スマホを返してこうわちゃわちゃとやり取りをする、割とコミカルなギャグシーンみたいな感じなんですけど、ここを紹介したいと思います。で、担当してくれた作画さんは、今回と同じく実は森川さと子さんでございます。また森川さんの作画が見れますので皆さん楽しみにしてください。次回の配信日はですね、2020年11月の10日火曜日ですね、夕方の18時をアップ予定としております。では次回もどうぞお楽しみに。